今日はバイク祭りですか。もう春なんで。そうやな、今のこんな天気ですが春なんで、はい、車検、車検も多いですね。やっぱあのゴールデンウィークにみんなあのどっか行く予定を立てるじゃないですか。行きましょう。だからそこで気づくんですよ、みんな一つ車検が切れとる。そう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 。俺も今気づいた。車検が切れてます。うちの。って気づくやろ、はい、気づくでしょ。気づきました。気づいた時には時すでにお寿司です。もういやまだ間に合うんで。いやいや、あのもう4月なんで。はい。やっぱあのうちはだいたい納期1ヶ月ぐらいかかるんでちょっと早めに言ってもらわないとちょっとできないから。いやもう何もせんでいいんで出ましたね、その何もせんでいいんで、何もせんでいいだけで大丈夫なんで。あ、もうそういう人のやつに限って何かあるけん、はい、だいたい何かあるけん、うちの俺の大丈夫やけん、何もせんでいけんとかって言った人に限って絶対何かある説やけん。2年前から走行距離500キロですから大丈夫でしょう。うん、それは大丈夫かもしれんなでも500キロ乗ったんやったらもうあの拍手やな。500乗ったかな、どうやろうな。まあまあまあ、でもね、それはもういいことだと思います、はい。まあ、ということで、はい、まあということで、まあ、バイクシーズンに入ってきて、まあ、いろんなやつが入ってきてるんですが、はいはい、まあと同時にですね、やっぱみんなこの時期になると一つやることがあるよ、はい、動かん。そう、いや動かんどころじゃないよ、かっからん。いやこれもそうなんやけど、走らん、うん、あったかくなってきたけん、はい、ちょっとバイクでもまた買うて、はい、ほんでちょっとまた乗ろうかなみたいな。あ、これ買うたんですか。はいはいはい、これはあのまあまあもともと知ってる方なんですけど、はい、まあその方もあのいろんなおもちゃを買ってくるのが趣味の人で。ああ、おるおるおるっしょ、うん、おるっしょ、目の前におるあなたですねいろんなおもちゃを買って、まあ、まあまあまあそうですね、乗らずに置いておいて、まあそうです、ね、乗ろうと思ったらエンジンがかからんって言って。いや、まあそんなんはもうしょうがない、はい、いや僕大丈夫、僕はあの一応ワンシーズン四半期ごとに、はいはい、あの外注を雇って、はい、あのバイク好きなやつ乗ってきてもいいぞっていう日を作ってるんで。いや、だいたいツーリングの日の朝はいつもエンジンかからん、ギリギリになります、大丈夫です、頑張りますって言って夜よまあまあまあそういうこともありますね、はい。まあ、ということでこれもだからご多分に漏れずですね、はい、あの買ってこられたんですね、まあ、ヤフオクなんかで買ってこられたらしいんですが。なるほど、はい、まあエンジンが吹き上がりませんっていうのをもう分かった上で買ってきて、はいはい、まあ、どうせキャブだろうと思ってキャブはバラして掃除はしたけど、ほう、 うまくいかず、いろいろ変えてみたけどうまくいかず。いかんの、キャブがぐらいやろと思われるとかある、まあ、んで、まあ、それで、まあ、うちにご依頼が入ったわけなんですが、はい、ですね、確かにキャブを変えてもうまくいかず、はい、まあ、マフラーも変えてももちろんうまくいかず、はい、でなんなら CDI 点火系変えてもうまくいかず。マジで、はい、そうなんです。それはいよいよいかんとこがいかんの、うん、ちゃんとこっちから部品取りしたけどな、うん、こうやって思うんで、エンジン変えたらいい。え、エンジン変えたらいい。これはあの主力のエンジンやん、お客さん喜びますよ。いや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 、あれはもうお金かかってるんで、今あれと同じミッションがもうめちゃくちゃ値上がりしたんで、ほんまに。そうなん、 20% ぐらい上がっとるけん、また4速5速5速、ほらもうって話よ。まあ、買う人がおらんけんでしょうよ、まあ、あとは材料代が高騰とかなんとかって言われましたけど、うん、なんでまあもうしゃあないな、そろそろじゃあそうなったらエンジンバラしていこうかっていう感じで、昨日あのここのクロスチェックが終わって、はい、まあまあっていう感じでございますわ、ほんまに。じゃあもう、ね、分かりませんでしたって返そうかどうしようか迷えるとこやな。いや、もう分かりませんでした、ここから先は茨の道ですよ、ね、そうここから先はもうやったらやった風にもう戻れんでっていうのを、まあ今から連絡をして、でまあそれでも進みますか進みませんかっていうのを、なんならあの今ならこれ売りますよって言いながら、おお、そっちの方がええな。そうやろ、ここのこれ見た目はしょっぱいけど、これとこれをニコイチすれば、そりゃこっちがええよ。それだってもうこれはもうフルチューンのフルチューン、そうですね、超フルチューンよ。あのもうちょいね、このエンジンとかが磨けばいいものを、このほこりかぶった感じの、いや、まあそれはしょうがないっすよ、そういうこともありますそういうこともある、フルチューン中のフルチューン。そうですね、ほんまにニコイチしたらもう完璧やん。そうやろ、もう今ならいいエンジンがあるんでニコイチしますか、まあ少々お値段は張りますけどって言ってみようかと思いながら。そうやな、うん、この一式乗せ替えの方がええな、多分、うん、そうやろ、うん、っていう提案をもうしてあげようかって思う今日この頃なわけですよ、うん、でも
部品代だけで大方30万じゃない大方30万そうやろ誰が買えるんっていう話、まあ、逆に言うともう30万出す人をいつでも売ってあげるわそうやなほんまにそうですねそうなんですよ、はい、なんでまあこれね、まあ、なんでまあこれも乗らなくなるんで、まあ、置いてますしね、はい、なんでまあそんな感じで、まあ、バイクもね入庫シーズンに入ってきているわけでございますよ本当でもまあみんなあれやなえもうみんなあれやなこの連休とかって結構動くみたいでもうだいぶいやそりゃそうでしょ、うん、だけなんかだってホテルとかうん、ウルトラ高いよあなんかゴールデンウィーク期間中とかウルトラ高いんやろ、うん、もう無理無理取れん取れん全然取れんって言ったなでも正月ぐらいからゴールデンウィークとか取れんかったよ全然あマジで、うん、そんなに夏休みも沖縄とか行きたいなと思って見よったけど、うんうんうん、もうホテル全然取れんけんええー、無理ですえ沖縄行きたかったんですかえ沖縄に行こうとしてたんですか海外の方がいいですがはいしょうがないんでポイント頑張ったんで沖縄ぐらい行こうかってやったら全然無理、うん、あそんなにな、うん、取れんし、うん、飛行機も高い、うん、あ飛行機も高いらしいなマイレージとかな余っとるやつ使おうって思うやん、うんうん、考えることはみんな一緒でマイル席は取れませんなるほど、はい、なるほど、はい、なるほどそうなんやなんでまあゴールデンウィークとかもね、はい、結構行こうっていうんでなんでまあシーズン的に言ったらだからこの辺の大型系のやつらももう車検に入庫するわけでございますよなるほど本当にじゃあ我々も車検取らないかんですねどこ行きます、?それによって考えるかなそれによって俺は CB を動かすかそれともブラバの車検を取るかを考えますねそしたら CB でええやろどう考えてもなんで長距離出るんやったとしたらブラックバード直そうかってなるやん長距離は何キロから先の話うーん1日500ぐらい走るつもりでおるそう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 絶対行かんやろいや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 行けるってまだ行く長野ぐらい行く長野、あ、長野行くえ、ごめん無理なこと行くごめん俺車がええそうやろまあ、でまあ、CB で動ける範囲しか行かんですよだからあれですよそういう意味で言うと例えば最近多くなってきてるのがこのやっぱね400クラスが増えてますわいやもうねえこのぐらいがええいや400クラスもねでかいんはねいらんまあねほんまなんでまあね例えばこの鈴木で言うとこのグラディウスの400とかね上上下下左にそれはそれは隠しコマンドそれは隠しコマンドえそれはいきなり最強になるんちゃうこいつそうかもしれんそうなんかこんなやっぱツインとかがやっぱ最近増えとるっすよ、うん、そうでしょうねツインとか、うん、まあ例えばこいつもトレースだけどトリプルとかこれなんかすごい金色やんそうな金が好きな人そうっすねあすごい何これなんかあのあれキラキラしとるそうそうあの僕らの知り合いの中国人とか好きそうやろこれ、うん、なんかしかもあれやん、ね、なんかブレーキマスターのカバーがなんかジオングみたいなこれあの MT のマークなんですよ MT シリーズのあ、はい、そうなんやそうですそうですでもこのトレーサーとかもやっぱりあのこのやっぱ3発っていうのがええなあ味があって、ねはいはいうん、トルク変動がやっぱあるやつの方が楽しいな乗っとって、ね、やっぱバイクはね、うん、シングルツイン、うんトリプル、うん、そういう変なのがいいですね。まあスムーズに回る4発もやっぱり楽しいは楽しいけど、うん、まあやっぱそれを使いこなそうと思ったらまあまあこらね、ちょっとちびるようなことせないかんじゃないですか。やっぱり僕はまあ、はい、滑らか系あんま好きじゃないんで。滑らか系、まあ滑らか系は系ですブルブルしてる方が好きなんで。やっぱ人間がブルブルしてるんでね。それはあると思います。人間はブルブルしてますので、はい。まあということで、はい、まあね皆さんバイクのシーズンでございますので、はいはいはい、あのぼっちぼっちとね、はい、あの体を慣らしながら、はい、またあのゴールデンウィークぐらいは、ね、あの行っていただけたら思います。怪我しない程度に。まあ、多分なゴールデンウィークはなんで僕はもういます。え多分どこにも行かないよ長野に行くって今言おったよえ行くじゃあ行こうかいやちょっとお互いにそのチキンレースみたいにするやめよう行こうか行くでいや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 まあまあとかねうん、まあ、まああとはもう俺ゴールデンウィーク中は頑張ってもこの工場の床でも塗ろうかって思うよ、うん、いやー絶対無理やろまあこれだって一回洗わないかんで、ね、そうなんよもうそのまま塗ってやろうかって思うけどいやそのまま無理やそのままは無理よ そうですね、うん、はいまあそんな感じで、はい、ではバイクシーズン投入してきますので、はいまあ、皆さんもしっかりと長野行きましょう
皆さんもしっかりとあのね納屋の奥にしまってるやつを出してきてちゃんとしっかり乗っていただけたらと思いますので、はいはいはい、よろしくお願いいたします、はいはい、ということでチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。